人類 SOS は1962年のイギリス映画、ジョン・ウィンダムの SF 小説、トリフィド時代の映画化作品である。宇宙征服などを手掛けた脚本家のフィリップ・ヨーダンが脚色し、自ら制作葬式も務めた。トリフィドが集団で人間を襲うシーンなどが1968年のジョージ・エイ・ロメロ監督のゾンビ映画、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドで、 ゾンビが人間を襲うシーンの描写などに多大な影響を与えていることが知られている。ある日、地球に大量の流星雨が降り注いだ。それを見た地球上の大部分の人々は翌日には失明してしまったが、アメリカ人船員ビルメイスンは目に包帯を巻いて入院していたため失明を免れる。やがて動き回る食肉植物トリフィドが現れ、 目の見えなくなった人々を襲いながら急速に繁殖してゆく。ビルが途中で目の見える少女スーザンを救い安全な場所を求めて彷徨い続ける一方、海岸の灯台にこもっていた生物学者のグッドウィン夫妻も失明を免れていたが、トリフィドの場所はその灯台にまで迫っていく。ネットテレビ版、東京 12CH 版、番、ありがとうございます。